どうも、こんばんは、NM です。さあ、今回は復刻した両面作戦、長球やっていきましょう。使っていくのはもちろん、ひなみサンド。いやー、まあ、前回の両面作戦ではまだ SSR の金木、圧倒金木を使ってたんでね、一生あって勝ってましたね。本当に辛かった、あの時は。適当でいいでしょう。これ属性固定なのかな。さっき1回ちょろっとクリアしてきたんですけど、属性は固定なのかな。おお、重蔵うっとうしいですよね。うん、やばいやばい。さっさと倒したいな。でももう篠原さんが削れるのかな。ちょっとスキル貯めていきたいんですよね、できるだけ。すると楽なんでね、最終フロアも。って言っても削っちゃってるな、まあ、とりあえず銃像を削ってアモン残しでスキルダメいきたいけど、倒せるかなこれで銃像。あえてここで一回バフを使って銃像だけ倒しに行きましょう。よしよし、じゃあスキル貯めますか。下手するとあんまり早く通過しすぎるとね、もしかしたらクリアできないかもしれないんで。よし、まあなんかこのスキル貯めてる時間ちょっと暇なんで雑談でもしようかなとか思ってたんですけど、ネタがないんですよね。これ撮ってるのが金曜の今何時だ、22時56分なんで、あと1時間デラックス捜査官ガシャで日付変わったら来るよね。引こうと思ってるんですけど10回くらい。まあ個人的にはあんまり興味がないなっていう感じですね。まあ全部の捜査官出るんでね、ハズレも多いですし、ハズレって言っちゃダメだな。あんまりね、バレンタインもどうしようか考えてるんですよね。バレンタイン有馬くんもコーヒーに変えていいものか。でもね、せっかく UR 当たったんだから手元に残しておきたいじゃんっていう気持ちがあるんですよね、コレクションとして。とりあえず今 UR1 列埋まってるんですよ。1列って何体だったっけ、6ぐらいかな、5か6だと思うんですけど。なんでね、まあちょっと売るのは収集癖がちょっとあるんでね、そんなん気にせずガンガン売ってるよって方もそれは中にはいると思うんですけど、次ぐらい、もうこれでと、ああでも当たんねえかな、ここはもうこの角度で。もうここで突破してもいいか。ただ当たんないな、ここ壁開く、いや これギリ当たんのか。まあ、ちょっとスキルダメめんどくさいですね。オートで回せるような気もするんですけど、はい、勝利条件は宝珠の、討伐ですね。いや昔は本当にきつかった。これ範囲スキル届くんだろうか。届くね。じゃあとりあえず、あーおひなさまし、おひなさましが邪魔ですね。まあいいか、こっちにバフをかけて、おひなさまで強化して、これもし当てれてたらあれなのかな、ワンパンできたのかな。これギリ入んないのか。どうしよう、アキラやるか。俺この2人よくわかんないですけど何してくるのか。なんか
スキル使ってくる前に倒しちゃうんで、いつも。とりあえず、ジャワから殺しますかね。はい、ズドン。強い。やっぱひなみ強えな。マジ、初 UR がひなみで本当良かったと心から感じてる今日この頃ではあるんですけど。ほうじさんはあれだな、一定ターン過ぎるとずっと範囲攻撃、4万5万ぐらいの範囲攻撃をずっと飛ばしてくるから、まあそれなりにうーんって感じなんだけど。はいはいはい、早く高槻さんもフル覚醒させたいですね。これで終わるかな。一応こんな感じでドン。はい、というわけでね、クリアです。私生きていいのかな。いいんですよ。ドロップ率悪いですね。ということで、今回は復刻した両面作戦の長級をひなみ3度でクリアしました。というわけで、お疲れ様でした。また次回の実況でお会いしましょう。